よくもここまでたどり着けたものだ。褒めて使わす。カルミラ、聞きたいことがある。ゾンビがここで生み出されているというのは本当なのか？わらわには裏切り者に話すことなどない。教えてください。カルミラ様には育てていただいた恩義があります。できれば戦いたくありません。仮にここで作られていたとしても、それはブラード教が勝手に行っていたことで、吸血族は関係ないとか。つくづくめでたいやつだ。すべては我らが吸血族のため、来たるべき吸血族の未来のために。邪魔者はすべて排除する。そのためならも手段など選ばぬ。そういうことか。ならば貴様を倒してこの茶番を終わらせてやる。ということか。やっぱりブラードが最後に言いかけた言葉、意味地がどうとか。ブラードめ、最後までおしゃべりなやつだ。姉さん、私たち勝てるかもしれない。ミックスの分際で調子に乗るのもいい加減にしろ。なぜカルミラ様は、いえ、純血種のヴァンパイアはサキさんやアヤさんに直接手を下されないのですか？秘密を恐れているのではありませんか？じゃあゾンビに襲わせているのも。直接戦うには相当なリスクを伴うからか、それとも決して勝てない何かがあるのか。ふざけるな！秘密を恐れる理由などないわ。純血の力、思い知るがいい。
あれが優しかったカルミラ様なのに。これが真の姿。ほう、この姿を見てもわらわの支配下に落ちぬというのか。つくづく忌々しい血よの。すべての吸血族、すべての下僕はわらわにしたぬ。忌まわしき血を根絶やしにせねばならぬ。貴様ら、あの忌々しの姉妹と相打ちとなり共に果ててくれれば、こうしてわらわの手を煩わせることもなかったものを。何百年と生き続け、幾万の血を喰らい、進化し続けたこの究極の体、わらわを本気にさせたこと、あの世で後悔するがよい。姉さん。まさかこれほどとは。ちょっとピンチって感じだな。でも私たちならやれる。 OK! This is the final battle! We'll win! さんに怒られ
いるんだろう。隠れてないで出てくれば。ある、気づいていた。イミチが反応するみたいなんです。カルミラが変身した時から見守っててくれましたよね。見守ってなんかない。恥ずかしいこと言うな。どうせなら手伝ってくれればよかったのによ。そうだ、GPF ではお二人は死んだことになっています。そう、それは好都合だわ。え？ GPF で働くのも飽きたし。そんな。そろそろ自由に行動したいなって思っていたところなの。これからはあなたたちが GPF にいるんだし問題ないでしょ。今日だってあなたたちだけで任務完了できたんだからね。まあそうかもしれないですけど。いいか、 GPF に私たちのことは報告するな。報告したら始末しに来るか。そいつはいい。バベル東京の決着もまだついてないしな。なんなら今ここでする。みんなやんのか。ちょっと姉さんもあゆさんもやめましょうよ。私たち疲れてるし、フェアじゃないわよ。ブラッドリカバリーすればいい。そんな。
Ha ha ha!